お疲れ様です速化塾の久保です、すの久保商品を販売しようと思った時にあ今日ねお伝えしたいことは2つです1つはね商品販売期間の設定に対してスケジュールですこれをちょっとお話ししちゃって思いますねあともう1つはあの現状で打てる手を打てってことなんですよ1つ目なんですけども商品販売をしようと思った時ってのはだいたい販売実施が21日先になると思った方がいいですねだから1ヶ月では長すぎるんだけどもだいたい3週間と思った方がいいです ですから、今日私が何かね、新しいプロジェクト動画を立ち上げて、第1話って始まったとしたら、そうですね、3週間後にセールスが来ると思ってください。で、大きくは3つの段階に分かれます。1週間目、2週間目、3週間目と。で、当然ですけども、1週間目ってのは、世の中で起きてる話題を取り上げます。もうそれをね、1週間毎日なのか、それとも同じ話題を1週間、 ずっと引きずっていくのか、それとも最初に撮った動画を1ヶ月間、1ヶ月じゃない、1週間、毎日同じ動画をね、ずっとリリースするのかっていうやり方は変わってきますけども、まあ、基本的には毎日、新しい話題を1日1個、5分でも10分でもお届けするといいかなと思います。それによってですね、今世の中ではこういう現状が起きてますけども、私はこういうふうに解決したらいいんじゃないかなと思ってますっていうことで、自分の考え方をお話しするんですよ。 そうすると、おこの人の考え方、なかなかいいな、信頼できるなと思った人が、2週間目も見てくれるってことになるんですよ。ですので、1週間目は、世の中で起きてることについて、自分の意見を言うってことの繰り返しです。世の中で起きてる現象っていうのを、動画の8割、こういったものに使って、2割、最後のちょっとしたまとめで、私はこう思うんですけど、皆さんどう思いますかコメントで教えてくださいみたいな感じで呼びかけます。ね、で2週間目は あの集まったコメントもしくは集まっていなくてもいろんな検索からその1週間目に作った話題に対してのコメントを拾い上げて多くの方が感じていることとそして自分の感じていることを融合させるんですよ。1週間目にこんな話をして私の考えを言ったんですけども皆さんからもいろんな意見が集まってるんでそれについて返信したいと思いますみたいな感じでね、えー、共通項をずんずん下がっていくような2週間目にしたいと思うんですよ。 ということはどういうことかっていうと、例えば何かの現象に対してね、えー、こんな意見がありました。それについて、あ、確かにそういう考えはありますよね。私の考えてなかったところです。すごく勉強になりましたみたいな感じとかね。まあこういうふうに言ってる方がいますけども、大多数の人が考えてるのはこっちなんですよね。でも今回コメントをいただいた方の考えで、私もちょっとね、大多数の意見から、この人よりのコメント変わってきたかなと思います。コメントありがとうございますみたいな感じで、共通項を常に探っていくんですよ。で、3週間目は、ついに自分の言いたいことを言うわけですよね。 一週間目、二週間目と話題を扱ってきましたけども、今回私がね、皆さんに提案したいのは、解決方法ですと。いろんな方がいろんな考えをしてまして、いろんな問題に立ち止まっていらっしゃいますけども、私はこういうふうにして解決できたんです。もしくは解決できると思うんです。ですんで、この商品をぜひね、手に取っていただきたいと思います。じゃあ、販売はもうちょっと先になりますけども、皆さんのこれからのね、えー 問題とかもさらにお待ちしてますんでよろしくお願いします。それから商品についてのお問い合わせも今受け付けてますんで、えー、ぜひコメント欄で、もしくはメールで教えてくださいって感じで3週間目を持っていきますね。それからずっとカウントダウンしていって、えー、3週間目のね、21日目ぴったりじゃなくてもいいんでね、例えば19日目、20日目、21日目で3日間セールスをするみたいな感じでまとめていくとかっていうことになります。セールスするときには、今回を逃したらあなたの問題解決ができないまままたね、 明日からもこの問題でで頭を悩まし続けるんですよっていう現実を教えてあげたりとか私の商品によってあなたの問題が100%解決できるとは限りませんしかしですね確確率が上が上ることは確かですよそれについて価格が安いか高いかって問題になってきますあなたの問題が大きければ大きいほど価格は安く感じるでしょうでもあなたの問題が取るに足りないもんだと思えば思うほど私の 提案しししたた価格はは高く感じるででょょううあなたはどちらでしょうかみたいな感じで、その他にもいろいろ方法がありますけども、セールストークっていうのが最終的にまとまっていくっていうことになりますえ。このように組み立てていけばいいんじゃないかなと思いますんでね、えー、またお考えいただければと思いますね。うん、それでね、えー、っと、最後ですね、久保さんの動画を見返して、その構成組み立て方が頭に効いりかないといつまでっても久保さんしそうそう、もう一個はあれですよ。 現状で打てる手を打っていくってことなんですけどもあの視聴者さんが1人であってもね別にセールスはできるわけですよ逆に言うと1人の時にセールスは一番しやすすいんですよなぜなら1人に対して問題を探り合っててあげてその人が解決できる問題を提案してあげればいいわけでしょでも10人の人に対して10人の人が納得できるものはできませんからそうなると結局10人の人のうちの1人か2人が階層の商品を提案していくってことになるんで実はね 人数が増えても売上数は変わるけどもいくつ売れるかってことこれはね変わんないんですよ逆に言うと少なければ少ないほど細かいケア細かいその人に適した具体的なサービスが作れるんで楽なんですよ、ね、視聴者さんが1000人2000人になっちゃったら誰のニーズに合わせていけばいいのかもうすでに分かりませんしそもそも聞き取りがもう追いつかないですできないですだから実はね まだチャンネル登録が少ないからっていう理由でセールスを考えていないっていうのはちょっと大いに切り替えていかないといけないだって再生数が1万あったりチャンネル登録が1あればねもうセールスは始めないといけないんですよ、うん、でも確かに10万人100万人お客さんがいた方が売れる可能性は高いと思いますよ、うん、でもすごく抽象的なものしか売れなくなりますそういう面がありますんで売れれば売れるほど人気ではあるんだけども 問題解決に至るような個人的なメッセージっていうのは届きなく,く、届きにくくなってくるってことは、ああ、思っていただいていいんじゃないかなと思いますね。ちょっと比較するのにはね、あのー、あんまり適当じゃないんですけども、最近感染症流行ってますよね。感染症の感染拡散スピードっていうのがあります。感染しやすくなっているっていうね。要するに、もうね、 市中感染がすごく流行っちゃってパンデミック起きてますよってのはどういうことかっていうと死亡率が低いってことなんですよ。これ多くの方が逆に捉えてるんですよね。感染症が広がる速度が速くなったらみんなやばいんだと思ってるけども安全度が高いんですよ。だって致死率とか重症率が高かったらそもそも人は感染して死んでしまったり重症になって隔離されてしまうんで市中感染が起きないってことになっちゃうんですよね。だからどちらかというと 感染力が弱い方が死亡率は高くて感染力が強いと死亡率は低いっていうこういった関係になってるんですよ感染症っていうのはずっと変わんないんですよこれはだから今世界中で話題になってるでしょってことは死亡率低いんですよで実際数字見たら死亡率低いですからね感染率は0.06%日本国内で死亡率は0.0001%なんですよこれ危ないですかねこの感染症新 オミクロン株ってのありますよねこれの重症化した時の現象ってどういうことかっていうと寝,寝汗が出るそうなんですよ寝汗なんてお前別に何もかかってなくても出るわみたいな感じじゃないですかちょっと話横にそれましたけどもあの成立する時のフォロワーさんとの関係も同じで少なければ少ないほど一撃必殺の商品が作れるんですよでもファンが多ければ多いほど抽象的なものになってきます速化塾ってのも より多くの人には当たるんですけども、一人一人の問題解決しようと思ったら、こうやってワンツーマン動画になるんですよね。で、今ワンツーワン動画が一番多い時期なんで、毎日のように一人に対しての動画を1時間とか2時間とか、まあ短い方で付き合いがない時は10分とか20分とかになりますけども、こういう風になってくるんですよ。多分 J さんとも今年やり取りした動画の全部をね、こう尺にしてみたら、なんか何十時間とかになるんじゃないですか。<laughs> だから一人一人の問題解決しようと思ったら何十時間もかかっちゃうんですよでも多くの人にそこそこの問題解決のものっていうのは抽象的な発信を多くの方にさらっと受け止めていけばいいんで毎日の動画更新のメールマガジンがあるじゃないですかああいうふうになっちゃうんですよねうんちょっと分かりにくかったですかね <laughs> つまりはねどういうことかっていうとまだファンが少ないうちは問題解決はすごく早いピントポイントでできるってことなんですよ ファンが多くなっちゃうと、もうね、問題解決が非常に難しくなる。やろうと思ったら、自分の本来やってる仕事をそっちのけでやらないといけないんで、私みたいな、もうそれだけでやっていくっていう風な立ち位置になるまでは不可能ってことになります。サラリーマンをやりながら、問題解決をするためのコミュニティを設けたいんだったら、それこそね、一人とか二人とかを、なんかコミュニティに入ってもらうぐらいがちょうどいいぐらいですよね。五人とかは抱えていきませんから。ですんで、ファンが少ないうちに、的確に、 1>, 1つや2つのものを売っていく。これでいいと思いますよ。じゃあ今回以上です。頑張ってください。